さあ今回の動画はバンコクはオンヌットの駅目の前にあるショッピングモールロータスオンヌットのフードコートにて元気達也がいろいろと食べてきましたんでご紹介していきたいと思います。こちらのフードコートではフードコート用のキャッシュカードを使って商品との交換になっておりますので皆様チェックしてください。それではスタート。ですね、今こちらフードコートでねちょっと寿司があったんです。寿司本当にこのタイの寿司が美味しいのかちょっと検証してみたいと思います。何でしょうか。このタイの寿司美味しいのか。かなり普通のサーモンと、うなぎ。まあ、じゃあサーモンからいきたいと思います。うまっ。なんか普通にうまい。まあこのシャリ、まあ、ご飯はちょっと日本よりかはちょっとだけ少しパサパサはしてるけど、でもしっかりと酢飯の味もするし、ネタのサーモンやっぱ美味しいよ。うん、あ普通に美味しいわ。うん、あこれ人気あると思うね。次うなぎ、これうなぎのなんだろう、照り焼きなのかな。ちょっといただきます。ちょうん、うまっ。うん、あタイのお寿司美味しいです。うん、うまいわ。うん、なんだろうこれ、なんかすごいなんて感じ。うわカオマンガイ、いただき、うまっ。どうなんだろう、ここの結構カオマンガイは日本でも好きでよく食べるんですよ。あ、見てくださいしっかり切ってると思ったら、しっかり繋がってました、はい、これも、なんか楽しいですよね。自分で切ってね。まずはちょっと普通にこのソースでいただきます。うん、うまいわ。でもなんかタイ米がね、多分しっかり鶏の出汁が出てて、なんかめちゃくちゃうまいんじゃない。これどんどん進んでく。うまっ。うん、うまっ。うん、ダダーン。ということでこちらはですね、タイの硬い焼きそばみたいなんですけど、ちょっと食べてみたいと思います、ね、なんかすごいなんかとろみが効いてる感じ。あ、すごい。なんか、なんかちょっと待って、あ、しっかりしてる、しっかりととろみついて、いただきまーす。うん、うん、これ結構とろみの強いなんかだし、なんだろう、いろんななんかね、旨味が入った、このとろみのついたタレがこの片焼きそばにうまく絡んでめちゃくちゃ美味しいですよ。うん、うまそう、うまそう。お肉もね、お肉もたっぷり入ってるから、いただきます。うん、柔らかい。うん、うまっ。いただきます。うん、あ、これね、うまいよ。うん、うん、なんだろう、例えるなら
タイ料理。うん、これいい感じだわ。うまい、うん、ダダーン。ということでね、この食事が終わりましたらこのカードなんですけど、先ほどこちら購入していただいた、購入したところキャッシュカードって書いてあるところに戻すとまたお金が戻ってくるというシステムになってるみたいなんで行ってみましょう。戻ってきました。150バーツ戻ってきました。これでまた何か食べたいと思います。そうそう、そうそう超えた。あれか、ね、入ってない。うどんが、もうなんかうどんが、なんかこれ何、ちょっと待って。